おはもにぎーん。寝る場所のクーラーが壊れて暑さにより強制起床。おかげさまで10時半には起きたので、アラームでも好きな人でも二日酔いでもなく、自然の力にこれから叩き起こしてもらおうかな。起きてすぐに何をするかはもう自明だった。どうしてもドムドムバーガーが食べたいというマインドから抜け出せなかったので、朝一で起きてすぐに隠し酒も飲まずにドムリに来た。ファーストフードとジャンクに内臓をすべて捧げている独身女のお出ましだ。ドムドムはマックよりも日本では先輩。日本で最初のハンバーガーチェーン店、餃子バーガーや丸ごとカニを揚げ殺した塩を挟んだバーガーなど癖が強いメニューが多い。ちなみに個人的に全ファストフードのバーガーで一番ヤバいなと思ったのはロッテリアの大賞券元祖つけ麺バーガー。これじゃないな感がすごかった記憶があります。ドムドム、クレープやデザート持ってるのか。待ち時間することなかったのでクレープを買う。期間、突然の豪雨で服が濡れ死にました。ドッキリですか？人生呪いですか？なかなか行く機会がないだろうとここぞとばかりに注文してしまった。シャカリポというシャカシャカポテト的なもの、バター醤油味を選択。ナゲットとチーズポテト、ちなみにソースは甘辛マヨにした。バターコーン、かりんとうまんじゅう、お好み焼きバーガー、厚焼き卵バーガー、ビッグドムドムバーガー、そんでいちごカスタードクレープ。以上。コンビニで新作のチューハイも買ってきました。限定出荷の秋ぶどう、絶対うまいやつだ。乾杯。もう秋ぶどう、なんかもうね、結構秋系のサワーが結構大事だ。おはようございます。ドサンコ収穫、秋の幕開けですな。ワインのような方向、火事を感じる。朝のラジオ体操のような感覚で飲んで胃をほぐしていきましょう。バターコーンはバターが溶解済み、定かではないので追いバターをしておきます。実は少し味見したけどバターを感じなかったので、ちょっとやそっとのバターじゃ効かなくなってるのかもしれない。耐性が強化されていくあたり、合法ドラッグだったのか。これ東方シネマのバター多めポップコーンくらいギトギトで不純異性交流してくれないと困る。でもね、ポップコーンになっちゃうのか心配だった。よかった。どういう心配だよそれ。まずコーンバター、バター入ってたのかわかんない、溶けちゃったのかよくわかんないんだけど、なかったから足しました。まだバターの塊があるうちにそれをすくって食べてしまうのがギルティ侍すぎて好き。カロリーおいしい。今日1日分の野菜っす。ポップコーンもうまいけど赤ちゃんも当たり前のようにうまい。サワーでさっぱり流せば証拠隠滅、完全カロリー犯罪だ。ポテトはさっぱりするのかな。これはバター醤油なんだけど、もうすでにまぶされてるのかな。まぶされてるっぽい。うん、あれをもらう。糸魚かずに入ってるポッポのメガ盛りポテト。シャカポテ系ってどのくらいシェイクすればいいのかわからなくて、一度振りすぎて袋大破してポテトが牢獄から集団脱出したことがあった。あれは実に悪質な事件だったよ。懐かしい味だ。ダイエーはドムドム、イトヨはポッポ。お前らはいとこがハトコだったのか。正直な感想を言うと、やっぱりマックのポテトを超えるものはまだ見つけ出せない。あいつ一強すぎてポテト界の政治状況とんでもないことになってそう。こいつらが喧嘩して喧嘩して仕方ない。やめなさいあんたら、やめなさい、やめて。人の撮影の邪魔しないで。多分これがチーズポテト。お分かりいただけただろうか。中にチーズが入ってる。なるほどね。チーズがビヨヨーンな勝見さゆりタイプではなく、ちいかわみたいに練り込まれてるタイプだ。流行に飲まれず昔ながらの独自の味を保ち続けているところに好感を持てる。ここで甘辛マヨ登場。想像以上に手作り感あふれるソースにちょっと嬉しい。ナゲットもいただきます。ナゲットは懐かしいナゲットだなーって感じだけど、このソースに私の舌が一目惚れをなすった。ただのマヨなんじゃないか、そう思うだろう。でもマヨだけじゃ完結できないんです。これプリキュアみたいな感じの味。意外と大人も楽しんで考察できる深い内容が一見子供番組なのに練り込まれている。そんな感じ。スイートチリみたいな甘さもたまらん。ドムドムバーガーって子供が好きそうな味だな。今日も行列ができてたよね。びっくりしたもん。お年寄りが 5,6 人並んでいて、みんな生き生きとした顔をしながらイートインでバーガー食べてた。老若男女の愛される地元の味みたいなものなんでしょうか。本来のバーガー行くか。これが、まあ、ノーマルのドムドム、ビッグドムバーガー、ビッグマック的なポジションのやつなのかな。これが厚焼き卵、本当になんかね、ふんわり卵が挟まって変化球のお好み焼きっていう。どれから食べよう。じゃあ厚焼き卵から行きますか。バンズよりも卵の方が分厚いだと。パンはぺちゃーっと湿気で死んだ前髪みたいになってるけど、卵だけはケープでめっちゃふんわりカールをキープされてるかのようにふわふわ。間にはこれが噂のからしマヨか。初ドムドムバーガードムっちゃいます。おいしい。た
ただ卵がパンに挟まってるだけなのになんでこんなにうまいんだ。甘いしょっぱいうまい。平穏な幸せを感じる。金曜夕方にアンパンマンがテレビで放送されているのをゆったりとした気持ちで見ることができるくらいに平穏。あ、今は朝放送になっちゃったんですね。卵がね、第一印象ゲームでは甘いんだけどしょっぱさもあって何よりもふわふわ。つまみとしてこの厚焼き卵を食べたいくらい。そしてからしマヨがアクセントになっていてしっかりと食事として堪能できるようになってる。ごまたっぷりのバンズの質素なところもまたいい。程よいジャンクフードって存在するんだね。卵焼きに果汁たっぷりぶどうジュース、そしてポテトは野菜だしヘルシーな。おはモーニング午前ラジオ体操はそろそろ第2終盤となり終わりの合図。まここからが本題ですよ。ビタミン C のためにしてゼロを飲むんだい。の前にビッグドムドムバーガーに浮気する。中はお肉2枚に野菜とケチャップとソースが入ってる。やっぱり間違いじゃなかった。ドムドムは程よいジャンク加減。お年寄りも子供も毎日食い続けてもマックみたいに生活習慣病になる未来を回避できるのかもしれない。ストゼロで脳みそのラジオ体操の開始。ビッグドムドムも大きな一口。おいしい。非常にシンプルなハンバーガーだけどパティが2枚入ってるので物足りないとかそういうことは一切ない。ケチャップなど味付けもシンプルなのでハンバーガーの無印といったところか。野菜もシャキシャキで生産者の顔が張り出されていてもおかしくないくらい新鮮。熱狂的なファンがついてるのもわかる。家族みたいで優しいバーガーだなーって感極まってたけどそんな家族の治安を乱すストゼロが完全にキッズウォーしてる。ざけんなよって反抗期を迎えてる。ところでみんなってどこのお店のバーガーが好きなんですか？個人的ベスト3は1位マクドナルド、2位ロッテリア括弧要検討、3位フレッシュネスバーガー。ケンタッキーがバーガーとして認められるなら順位変動って感じかな。やっぱりランランルーに洗脳されてるからマクドナルドからは解放されない人生。もう宗教じゃん。お好み焼き、あ、お待たせしました。うん、おいしい。うん、卵も入ってる。完全にお好み焼きでしかない味。炭水化物を炭水化物でサンドイッチするなんて悪いこと考えたもんだ。ねえ、この毛。千切りキャベツに味の濃いソースがパンにもドロッと染み込んでいてうまい。そして卵はまさかの半熟で泣きそうになった。黄身のトロッとしたあの卵黄のうまさが伝わる。お好み焼きはしっかりとお好み焼きでどこか見えないところで紅生姜が存在してる。神の見えざる手的な効果を発動している。イカれたバーガーだ。イカれたバーガーにはイカれた酒がお似合い。ハーレークイーンとジョーカーみたいなペアを目指してる。もっと幸せになりたいよ。だからハーレークイーンにストカーのバットで頭を、しかも内側からフルボッコにしてもらうしかない。かりんとうまんじゅうっていうとも人気のものらしいんだよね。ダイエーにはおばおじちゃんが集うの知ってて狙って作られたのだろうか。かりんとうまんじゅう、マクドナルドなら絶対出さないもん。食べてみます。あ、すごい。あ、すごい。あ、すごい。出る出る出る。何がだよ。中はあんこみたいな。かりんとう ASMR。聞こえた？外側がまんじゅうなのにパリパリで中はあんこたっぷり。完全にばあちゃんちの盆の中に入ってる茶菓子だこれ。入ってても気づかないくらい溶け込めるもん。結構甘いので腹いっぱいすぎる。最後にはなかなかヘビ。酒のつまみにはならないけど帰省した時には食べたい、そんな味でした。はぁー、はぁー、腹いっぱい。クレープって結構時間経つと終わるみたいな感じですか。冷蔵庫入れといたんだけど色が息絶えたみたいな感じの色してる。味は美味しい。うまっ。ピタッ、おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。もう本当に念願のドムドムバーガー、ここぞというばかりに食べました。個人的にやっぱ一番感動したのは厚焼き卵バーガーかな。すっごくシンプルなのにあの甘じょっぱさといい、からしマヨといい、最高のねハーモニーでした。あとはね甘辛マヨ、あのソースがめっちゃ良かったです。家で再現できそうなのでちょっと錬金したいと思うこの頃です。ほんじゃバイバーイ。